はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。ということで今回もこちらパワープロ2016やっていきたいと思います。ペナントモードね、2回戦やっていきたいと思います。今回は2試合やっていきたいと思います。動画の時間がすごい長くなると思います。でピッチャー藤波ですね、いきましょう。まあ藤波、まあ迷ったんですけどね、まあ藤波ね、行きました。若手をね入れてきたかったんで、まあ若手って言ってもみんな結構若手だけどね、まあやっぱ大谷藤波っていうところあるじゃないですか。ね同級生2人、まあちょっと入れたいなというところで入れました。秋山ね、打率10割なんで、まあ、維持できたらいいですね。あー今投げたかな、塩見ですね、相手のピッチャーは。うわーちょっとダメだ、でも足速いよ。あー惜しい惜しい。坂本まだ1本も打ってないからね。あやべ、真ん中だった、ど真ん中だった。よし、あー違う違う、何違う、よし、あーファール。危ねえ。さあそろそろ多分真ん中来る、来ないね。いけ、押していった、ヒットでしょこれは。オッケー、ライト前ヒット、ありがとうございます。よしよしよし、山田行こう、来た。あうわ、あれ打てた、絶対あれ打てたぞ。危なかった、危なかったじゃない、ミスった。よしよし、いやよし、行ったなーと思ったら全然だった。バック。いやーなかなかね、やっぱ打つの難しいっすね。よっしゃ行くぜ、筒子いけると思った。危ねえ、ファール、キャッチャーフライかと思ったよ。危ない、いける。あーちょっと低かったな、もうちょいカーソル上にしないといけなかったですね。よしピッチャー行きましょう。やべ、また間違えた、設定直しとく、チャートで。すいません、ちょっと今から直します。投手の視点が投手視点で、なんだっけ、カーソル、なんだっけ、あの二度押しにするやつをやりたい。投球、あったあったあった、二度押しですね、これでいきましょう。よし150キロね。でまあスロースターターということで、まあ徐々にね調子出てくるんじゃないですか。 OK、 カットボール、あーやべ、ラッキー三振、ラッキー三振。銀次結構6割打ってるね。危ない、ファール。今回はね、まあちょっと前回みたいに点取られたくないですね。危ない、あーやべ、やらかした。中継、ちょっと今のは確実に回り込んで取るべきでしたね。ツーベース打たれちゃいましたね。やべ、ナイスピッチがなかなか投げれない。通信、やばい、危ね、走られた。うわー、やられた、なんでサード投げたんだ。うわー早くもね1点取られちゃいましたね。うわーちょっとやっぱナイスピッチ重要だな。走った、アウト、よっしゃい、アウト。よし、OK、よし、OK、守備がやっぱまだ下手だからね、守備練習とかね、しといた方がいいかな、うん、ちょっとまた今度します。あー、くそ、全然ダメだ。長田翔、そろそろね、1本打ってもいいんじゃない ?2 試合目だけど。よしよし、ストレートは外れてもカウントは2ボールノーストライクです。いくぜ、オッケー、惜しい、惜しかった。よし平田いくぜ。平田はねそのホームラン狙わなくていいかな、ヒット狙っていきまし
投げた。ああやばい、フライ。コメント欄でも来たんだけど、やっぱフライ上がっちゃうんだよね、ちょいちょい。だからね、まあフライには気をつけたいね。ダメだな。ナイスピッチのタイミングが微妙に上がらん。どのタイミングで押せばなるんだ。全力ストレート。うわお、遅いになるんで。遅いになるからもうちょい早く押せばいいのかな。全力ストレートでもガンガン押していった。うわ打たれた。うわやばい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 、いかん。今のは絶対取れただろ。うわミスった。最悪ですね。バントね。よし、まあとりあえずね、まあ1個取って、まだワンアウトなんでね。カットボールからやべ、遅いになっちゃった。危ねえ。うわすごい、なんかライトできました。ちょっと早め、おう157キロ出てる。最高が158キロだったと思う。ちょっとね、遅いばっか出てるんで、僕が失敗するときは基本ちょっと早めに押してみましょう。そしたらまだマシになるかな。うわ惜しい。でもタイミング合ってないね。あーやべ遅かった今の。今のは分かった自分でも。あーフォアボール出した。くそ、いかんいかん。藤田も結構打率残してんね。まだ2試合目だけどね。まあ昨日結構打たれてるってことだから。よしセカンド危ね。ああゲッツーは取れなかった。守備が下手だから。まあ多分あれうまくすぐ守備でボール取っとけばゲッツーいけたかな。いけんかったかな。でもよっしゃ抑えるぞ。オッケー、よしよしよし、オッケー。ということで2点取られちゃいましたね。取り返しましょう。うわ惜しい。松田もね去年めちゃ結構ホームラン打ってるからね。おっしゃ落ちたっしょ。よし行け行け行け、ツーベースツーベース、オッケー。オッケー、ナイバッティング。オッケーオッケー。よし、炭谷。ここはまあバントでもいいけど、やっぱ攻撃的に行きたいっすよね、やっぱり。よし、ああ、流し打ちね。まあ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 、進塁できればまあいいかな。うん、よし、秋山行くぜ。ああ、やらかした。危ね。ファール。怖っ。フライになっちゃうのが一番怖い。フライがね、一番ダメだからね。せめてゴロ。うわそうやっていってフライ上げちゃうやつ。いやー犠牲フライでもまだ良かったかな。でもよっしゃ狙うぞ。お来た、よしたいっ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 た、入れ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 、よっしゃ坂本ホームランですね。よし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 、第1号。さあ山田哲人続け、来た。あーあれフライか。結構カーソル合ってたんだけどね、ほんのちょっとずれただけでなっちゃうのか。まあでも同点になったんでね、まあ、あとは藤浪がね抑えてくれるんで。やべ早かった。フォーク OK、 いいね。ナイスピッチ出てきてよ徐々に。やばい、これはまあ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 、これは一本に抑えて。よしよし落ち着いていこう。ゲッツー取ればいい。銀次ストレートで、うわ全力ストレート。高めに投げるとねフライ上げるんで結構。やべミスった。あーいかん。あでもアウトアウト、危ねえ。おおよっしゃゲッツー、いいね調子いいね。危なかった。セカンド多分若干セーフかと思ったけど、これはラッキー。これは流れをこっちに持ってこれるチャンスですね。やばいダメだ、ここでフォアボール出しちゃいかん。ここで出しちゃうとまた流れ向こう行っちゃうから。おっしゃオッケーオッケーオッケー。いや徐々に守備もねなかなかできるようになってきましたね。じゃあ筒香行くぜ。
危ない、あれでカーソルずれて打っちゃうと危ないんで確実に。あー今の、はい、早くなかったけど振り遅れた、完璧。ここでうわーくそ、柳田行くぜ、はい、なんだろう今の。よっしゃ行こう、ボールね、ボール4球多いよ柳田今年。打率がねまだね柳田あんまり打率というかあんまね成績残してないんでね、実際の方ですよ。もうちょっとね活躍に期待してます。柳田選手好きなんでねマジで、あとちょっと活躍してほしいですね。よっしゃいけ、ヒットあるよ、深い。あさすがに無理か、中田翔の足じゃ無理だったな。よっしゃ抑えていくぞ。なんて言ったんだ今、抑えていこう。まだ全然、あーでもスタミナもう半分ぐらい切ってるかな。まあでも大丈夫でしょう。全力ストレートとか投げすぎると多分スタミナとか結構なくなっちゃうんで、やばい。あとヒットも結構打たれてるとねダメだと思うんで、やべホーム投げちゃった。いやースタミナも結構ねきっちり管理しとかないと怪我とかにつながるのが一番怖いね、ペナントとか特に。あとなんかピッチャーの交代のタイミングが遅いから打たれたみたいなコメントも来たんで、そこはしっかりと注意しておきたい。しやべお危ねえ、ファールか、ツーシーム行くで。よし、オッケー、バット折れた、やばい。おい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 、待て、走ってる走ってる走ってる、うわーやらかしたわ、また先に丸押しちゃって滑っちゃったよ。いやースライディング、ヘッドのスライディングのボタンを変えてほしい、丸すぐ押しちゃうからさ。よっしゃフライ、これはおい、あー危ねえ危ねえ、キャッチャーでしょ今の、危ねえ。もうここから切り替えていこう。よし、これは取る、ああファールか、ツーシームで。あでもナイスピッチ出てきたぞ徐々に。OKOKOK、 まだツーアウトか、もうチェンジだと思ってた。惜しい、よーしカットボール、やべえ真ん中、危ねえ、フォークで三振。どうしような、全力ストレート、わお危ねえ、今の打たれてもおかしくなかったね。よっしゃ平田で点入れていこう。よっしゃい、平田の一本出ましたね。よしよしよし、同点のホームラン、同点ホームラン、よし行くぜ。松田も続け、あー結構今の、えでも結構カーソルはしっかりと真ん中に行ってたはずなんだけど、炭谷がまだ1本も打ってないんでここで打ちたいけど、どう無理か、さすがにあれはきついわ。よっしゃ秋山行くぜ、高打率ね秋山、うわいける、 OK、 打率いいね、やっぱリードオフマン1番がねこうヒットをね量産してくれるとやっぱね点は入りますよ。で2番も攻撃的2番、おっしゃこれ落ちたっしょ、危ね取られ、あやべ進めるの忘れてた。まあとりあえず2アウトだけどランナーに3塁というところで山田哲人来ましたね、ターニングポイント。これあれじゃん、プロスピの今やってるイベントじゃん、ターニングイベント、あのここ勝負を握るよみたいな場所でしょ。ターニングの意味がよく分かってないんだけど、うわーやっちまった、あんなところ打たなくてよかったな。くそーガッツポーズしてる塩見、うわー絶対勝つぞ。とりあえず藤波は6回ぐらいまでは投げさせたいけど、どうだろう無理かな、まあスタミナはまだ5回は投げれるかな。球審投げた、打った、あぶ山田交代、やべ危ね、これでワンアウトランナーはありません。よしよし、
第9投げた真ん中ストライク、まずはダメだな、ちょっとなかなかナイスピッチはね、まだ慣れない。あれ来た、OK、フォーク、投球はこれから3球目、フォークがうまくいかんな。いや、これは確実に1個で取れる。あんなね、飛び込んでね、調子乗ってツーベース、スリーベースにするよりかは確実にした方がいい。牽制、危ない、危ない、あーもうやっぱ厳しいね。まだでも150キロ台はね、まだ全然投げれてるんで、スタミナがねちょっと危ない。おわ、やっちゃやっちゃった。ちょっと藤波そろそろ交代だ、交代、この回で多分交代だな。もう6回は投げれん。うわっ、うっそ、あー取れんかった。エンタイトルツーベース、いやーよかった。でもあわやくスリーベースになるような球だったんで。うわー、よし、この回だけはやっぱね抑えたい。やっぱ交代のなタイミング遅いって言われるかもしんないけどね、やっぱり。うわー、ちょっとやっちゃったな。ここまでは抑えたい、さすがに。ナイスピッチが出したいけど、よし、オッケー、なんとか4点に抑えて、あ、危ね、次の回交代させますね。やべ、遅いんだよ。オッケー、あー危ね、そっか、まだツーアウトか。カットボール、オーケー、今のいいね、際どい。最後全力ストレートで三振取って、三振じゃない、しかも打たれてる。うわー、これ交代させた方がいいかな、やっぱり。まあ、いやでも逆転することをね信じればいいんだよ。 何投げてんの、早く早くしてくれ。148キロはまだ出る、よし、オッケー、よしよしよし、オッケー、とりあえず5回まで投げ切った。もう5失点は結構きついな。でもせっかくね、さっき同点に追いついたんでね。いやでもここ4番からのね攻撃、筒子まず1本、うわー、あれでダメ、厳しいな。パワープロ2016結構厳しいですね。ほんのちょっとのズレもねダメなんでね。柳田1本、もう1本、おっしゃ、いったでしょ、いけ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 、いったっしょ、OK、ホームラン、1点差に迫る柳田の1号ホームラン。よし、中田翔もこの調子で、いった、危ね、早かった、なんか危ねっていうのが、まあ、癖になってる。よしよしよし、集中ね、集中。ああ、くっそ、ツーストライクだよね。おっしゃ、いった、いったぜ、同点ホームラン。いや、いいところで打つね、第1号。これもうほとんど打ったよね、みんな。炭谷以外打ってんじゃない、秋山も打ってないか、ホームラン。ああ、ちょっとあのホームラン打った後というか同点になった後に気が緩んじゃう。あ、松田もまだ打ってないか、ここで打つか。あー、ちょっと左だったな、もうちょい。はい、アウトということでチェンジですね。6回かな、6回、6回裏。もうさすがにピッチャー交代ね、防御率9点。さあ、牧田行くか、好調だし。藤波も好調だったんだけどね、ちょっとだけ投球練習しよう。あー、これ難しいな。なんか藤波とはまたタイミングが違うんだよね、二度押しの。オッケーオッケー、なんとなくは分かった。低めね、低めに、低めに集めとけばね大丈夫なんで。高めに上がっちゃうのが一番ダメ。よし、でもチェンジアップとストレートのこの緩急の付け方で、危ねえ、
牧田見事なピッチングです。これね、ミスるとね真ん中とか行っちゃうから打たれやすいんですよ。せめてね低めに、ナイスピッチではなくとも低めに抑える球、明らかに多分押すタイミングが違うと結構変なところ行っちゃうんで、タイミングをね少しずれるぐらいならまあ低めに行ってくれるんで、それを狙って、うわフォアボール、そんなボール投げてたっけ、おい危ない、びっくりした。あー真ん中行っちゃうな、スライダーとか投げてみるか。オッケー、ゲッツ、おい危ねえ、おいおいおい、ちょっとリプレイ見ましょうか。ここでもう三角ボタン押してたんですよ。そしたらボールこう飛んでボールの下を飛ぶってどういうことですか。もう操作が守備が下手すぎてちょっとスピードボール投げといてのチェンジアップ、びっくりした、入ったかと思った。もう一回チェンジアップでタイミングずらす、くそマジか。同点に追いついてからの裏の回ですぐ取られちゃうから、ちょっと9回ピンチだな、やばい、やばい。ちょっとチェンジアップね、オッケー、チェンジアップやっぱ有効に使っていきたい。チェンジアップ好きだ、タイミングずらす系がね好きなんで。シンカー初めて見た、オッケー、ナイスピッチいったけど、まあ点はまだ入ってない、満塁ね、よしよし、どこでもアウト取れるから、よしセカンド、オッケー、よしよし、まあ1点に抑えた、これならまだ逆転はできる。よし、炭谷もそろそろ1本ヒットが欲しいよ。きついか、ちょっと今の打たないべきだった。よし、秋山まずね塁入れよう、3打数1安打ね今日は。よし、いった、オッケー、ファール、今のフェアにしてほしかった。うわーやべ、ツーストライク、よし真ん中来たよ、早いよ、150キロとかついていけん、お猛打賞か坂本今日入ってる、今の行くぜ、よしよしよし、おお今日4安打、調子いいね坂本、昨日打ってなかっただけに今日は調子いいね。秋山が今日ちょっとはね打ってないね、まあ1本打ってるけど、あ山田の方が調子悪い、いかん、あでもヒットある、ヒットある、あるよあるよあるよ、なかったねなかったね、くそ、なんで山田の時はあんな変なボール打っちゃうんだ。牧田もう1イニングいけるかな、どうしよう、まあ行くか、これまあ調子悪けりゃまた交代にさせます。よし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 、ここからの全力ストレート、ああやっぱりタイミングが違うんだよね、変化球に応じて。よしよしよし、オッケー、この緩い感じでボールを待てきれず振っちゃう感じがねすごい好きです。おい、すごいゆっくりだな、108キロだもんね。よっしゃ、オッケー、ラッキー、ボール球も振ってくれるとね、やっぱピッチャーとしては本当すごい楽ですよね、実際の野球でもこういうゲームでもですけど。よっしゃ、全力ストレート、一応ね、まあ、野球やってた頃はピッチャーとかもやってたことあるんで、あぶね、やべえ打たれちまった。よしよし、まあツーアウトからならね、まあ大丈夫でしょう。島もねまだ1本もヒット打ってないんで、両キャッチャー1本もヒット打ってないんで、ここはね抑えて置きたい。おー、惜しい、際どい、よっしゃ、あーファールね、チェンジアップ、オッケー三振取りやすいな、なんか。よっしゃ、筒子行こう、打率があんまりね
高くないんで、ここで一本打って打率も上げていきましょう。まあまだ始まったばっかだからね、この時点で打率低くてもまあ全然大丈夫っちゃ大丈夫なんですけどね。やっぱこういうところで、大事なところで打ってくれる4番がいると助かりますね。今の待ってよかったな、スリーボールだったし、絶対あれいけると思ったんだよな。うわー、惜すごいスイング。うわー、あんなところにずれる。おっしゃ、あーフライか、伸びない。しゃあ、長田翔もう一本、よし落ち着いて、よっしゃ行くぜ。いけ、落ちろ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 、落ちた。ツーベースいけない。あー、さすがにちょっといけなさそう。よしよし、平田も、平田こんな打ち方だっけ、うん、わかんないな。よしよし、うわー、きつい。そういえば相手ピッチャー変わってんの、いつの間に変わった、この回から変わって。あー、やべ、ずれてるよ。最初真ん中でさ、カーソル出てんのに途中でさ、ずれて違うところ行くってね、やだよね。やべ、投げちゃった。牧田交代させます。ちょっとそろそろスタミナ危ないんで、山崎にしよう。山崎だよ確か。し、行こう。おお、やっぱね、うん、パワープロもね、結構まあ似てるっちゃ似てますよね、投げ方とか打ち方とか。うわ、よしよし、プロスピアも本当にめっちゃ似てますけど、似てない選手もいますけどね、一応。うわ、あ、いける。あ、やべ、やべ、やらかした。うっさ、あれ絶対取れると思った。なんで俺一回左行ったんだろう。やべ、守備練しますわ、ね、ちゃんと次の動画から。この動画はもうさすがに2試合連続でやるんですけど、ナックル。うわー、うわー、これがね、取りたい。よし、三振取るか、進化、うーん、どうしよう、スライダー、ナックル。よし、オッケー、ランナーも進まず、ワンアウト。まずワンアウトね。ピンチ F だからね、 F がどういう意味かちょっと分かってないですけど、対ピンチ赤丸だからちょっと危ないんだよね。全力ストレート高めでちょっとつる、無理だった。よっしゃ、うわ、あの球を、よー、走らないよね。タッチアップさすがにできんか、あれじゃ、あの距離じゃね。よし、2アウト、ここ抑えて次の回点取りましょう。え、次の回もう9回じゃん。よし、 OK。 この回で、今からやる回で点取らないと負けってことですよね。松井裕樹出てきたよ。ああ、ああ、くそ、やらかした。炭谷、こういう場面で打ってくれると助かる。うわ、あれは打てんわ、曲がりすぎでしょ、しかもずれてるもん。え、くそ、もう本当にどこに来るかわからん、めっちゃ曲がるもん。ストレートは狙っていきたいね、積極的に。もう変化球は粘るしかない。うっそ、もうめっちゃずれるやん。やべ、ツーアウト、秋山打ってくれ、ここで。これは打てんでしょ。よし、ストレートは打ちたい。あー、くそ、これ入っててくれ。あー、やばい。あー、くそ、負けた。今シーズン初黒星ですね、6対5。松井裕樹出てくるのか、ヒーロー。はい、という感じで1試合目、今日の1試合目、
まあ、ペナントで、まあ、2試合目ですね。は負けましたね。ホームランはね、結構打ってるんだけどね。ちょっと点取られすぎましたね。くそー、敗退、負けですね。観客もね、結構減りましたね。140人。まあまあまあ、でも、まだ多いかな。坂本選手が試合で活躍しました。ストラップの開発。ストラップ？何ストラップとは。ショップとか？ペナントショップ。ああ、なんかこういうのあるんだ。ちょっとまあよくわかんないで、まあまだやめときます。で、とりあえずじゃあまあ、試合行きましょうか。2試合目、菅野ですね。菅野2試合目でもよかったかな。まあいいや、とりあえず、まあ先発はね、とりあえず今のところは、自分が考えたローテーションで回しますけど、まあちょっとね、うん、いろいろなんか故障とかね、誰かしちゃったりしたら、まあまたね、いろいろ考えようかなと思ってます。では2試合目いきましょう。今日の動画もう1時間ぐらいなること覚悟で撮影しているので、まあ、そこら辺でご了承してください。ストライクか今の球。お、これは打てるぞ。このまま来い。真ん中、よっしゃー、よっしゃ。先頭バッターが出るといいね。やっぱりスリーベースはいけん。無理。よしよしよし、いきなりツーベースで坂本で返すっていう。まあ、とりあえずランナー進めよう。まあ、バントと思えばいい、これは。もうバント成功したよみたいなぐらいに思って、で3番山田で返すと。山田もまだ1本もホームラン打ってないのか。ここで、ね、打つっていうのもありだけど、フォアボールか。無理には打たないよ。よしよしよし。まあ、ここでね、フォアボールにしても筒子いるんでね。相手ピッチャー早いね、鎌田。うわぁ、そう、三振は嫌だな。攻めて、あー、そう、やばいぞ。え、ツーアウトだよね。いけ、よっしゃ、オッケー。走れる走れる、いける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 。危ねえ、セーフ。オッケー、柳田いいね、ナイスバッティング。オッケー、ライト前。さあ中田翔、続くぜ、続くぞ。イーグルス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。あー、やべ、危ねえ。追い込んでから投げました。危ない球。柳田盗塁もありだな。やべ、あ、くそ、そんなこと考えてたら普通にもう2ストライクだった。いやー、また設定変えるの忘れとった。1回の裏、よいしょ。すいませんね、毎回毎回。支点、ちょっと待って、ノーマルでしょ。支点を投手にして投げが二度押しと。オッケーです。第9。うわ、セカの遅いな。なんか二度押しのタイミングが危ない。危ない。岡島足早いからね。お、でもセカの投げやすい。一球目ストライクから。あー、ちょっとタイミング遅れた。よし、ボールを掴んだ。一塁送球、オッケー。よ、菅野普通にいいですね。この白いのがこの真ん中に来るじゃないですか。それまでの時間がね、すごい長いんで、ゆったりして投げれるんで。大谷とか剛速球だから速いのかな。オッケー。と菅野めっちゃ投げやすい。ちょっと菅野いいね。先頭バッターは平田。菅野はいいわ。危ない球。よし、平田。よしよし。インローへ。菅野多分今日もうね、めっちゃ多分0点で抑えてくれるはずなんで、まあ、1点あれば十分かもしれないけどね。やっぱね、2、3点欲しいですね、やっぱり。投げました。あー、クソ、取った。あれ取らなかったら多分セーフだったな。じゃあ松田行こう。あー、あれ入ってたかな、この子。あ、入ってたな、多分。うわー、やっぱりフライ上がっちゃうんだよね。難しいっすよね、やっぱりフライ上がっちゃう。炭谷、そろそろ1本ね、そろそろ1本。毎回言ってて出てないけど、ここで出ました、炭谷のヒット。島はまだ出てないよね。キャッチャー勝負勝ちましたね。しゃあ、秋山、もう一本、もう一本。
第2球アンダー量産してくれ。ショートバウンドボールを取った。ああ、ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。2回の裏、これからじゃあ菅野いくぜ。菅野調子いいかな。オッケー。菅野どうなんすかね。実際というかリアルの方で月間 MVP なんですかね。この動画アップしてる頃にはもう出てるかもしれないけど、どうなんすかね。でも防御率はすごいいいですよね。まあ勝ち星は3勝かなで、負けなしだったっけ、忘れちゃったけど、防御率がね0.56 ぐらいだったと思って、すごいいいですよね。バッターの方はね、どうなんですか、ビシエドかな。やっぱりビシエド、やっぱりね、多分結構いいところで打つからね、あの選手は MVP 取るんじゃないかなと思ってますけど、セ・リーグはですけど、パ・リーグはどうなんですかね。涌井選手とかかな、やっぱり5勝してるんで。防御率で見るとバンデンハーク選手とかだとは思うんですけど、まあ、やっぱ涌井選手ですよね、5勝してるんで。と言ってる間にもう、ね、あの守り終わってましたね。ということで攻撃いきましょう。パ・リーグのバッターの方はどうなんですかね。全くちょっとバッターの、あ、メヒアとかかな、この前すごかったので、ね、1人で7打点ぐらい叩き出してたよね。よっしゃ、ホームラン第1号入れ。あー惜しい。まあ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 、後の方から量産していけばいいでしょう。バッターは4番筒子。よし、筒子、追加点のチャンスを迎えています。うわー、ははは、筒子もあまり打率が残してないね。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。柳田、まずは2塁、さっきみたいに点入れてくれよ。タイムリー、タイムリー。投げた、あー危ね、ファール。怖いんだよね、あれ。キャッチャーフライになりそうで、マジで。うわ、入ってんのが、あの全力ストレートあそこに投げられると困る。しっしゃ、打つぜ。あぶねー、ああいうのがずれてきて。うっそ、打ちました。うっそだろあんな真ん中に来るか、あれはきついわ。あんなところ下の方から急に真ん中にずれてくる。わあ、めっちゃ菅野打ちやすい。あ、打ちやすいね、投げやすい。菅野エースだ、この俺が操作してるからかわかんないですけど、菅野めっちゃ投げやすい。三振もそこそこ取ってるし。え、あボールは中継、難しいね。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。さすがにヒット打たれないっていうのはやっぱ難しいっすわ。第2球投げました。オッケー、島はね打ち取りますよ。ゼロ割りなんて打率。よっしゃ、全力ストレートで三振。オッケー、三振もねやっぱ稼ぎたいっすよね。まあでも球数投げると多分スタミナもなくなっちゃうんで、まあ、なるべくね打ち取らせるっていうのもいいんですけどね。まあでもナイスピッチとかしたらどうなんですかね。スタミナ減るのも少しは減るんですかね。減少が減るってことですよ。ちょっとなんか減るのが減るってなんかねおかしいですけど。じゃあ打てるぞ。ああ早かった、タイミング合いません。第2球いくぜ、来い。おっしゃ、ヒット。今のうまく合わせた、ほんの少しのズレをねうまく合わせたと自分では思った。おっし、これも落ちた、落ちたよね。オッケー、よしよしよし、好調、連打続いてるよ。松田も行こう、ここやっぱ強振行こう、強振。おっしゃ、行ったんじゃない。はい、来ました、ありがとうございます。スリーランホームラン。あれ、これ逆転じゃない、あ、点取られてねえよ。さっきの試合ではボロ負けでした。あ、やっぱ、あんなところまで来るのか、さすが藤田。秋山、あー今のはずれてなければ絶対ヒット打てた。よしよし、見極めしっかりね。うわあ、これ自分がやりたいやつ、チェンジアップ。やめない、カウントは2ボール2ストライク。投げた、あー危ねえ、ファールで逃げましたね。今はちょっと我慢できた。
おっしゃー、いかないか、さすがに。チェンジアップはね、自分が投げてて楽しいんですけど、投げられるときついってところありますよね。ストレートとチェンジアップで使われるときついですね。でもなんかちょっと若干ね、打撃のコツをつかんだ。ダメだ。打撃のコツを若干掴んだかなという感じですかね。菅野。オーケー。ナイスピッチじゃなくてもそこそこいいところ行くんでね。いいっすね。行くぜ、フォーク。三振。三振も多いし、使いやすいし。スタミナもそんなまだ減ってないから、まあ、まだ4回ってところありますけど、いいっすね。で、失投もあんまりない、まあ、自分がうまくいってるからかもしれないけど、よしよし、守備もね、まだね、マシになってきた方じゃない、よし、で、スローカーブもね、好きですよ、タイミング外す感じからの全力ストレートで三振ね、OK。うわ、三振もめっちゃ多くて0点に抑えて、完封、スタミナあれば完封しますよ、これいけますよ、普通に。うわ、落ちろ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 、落ちない。さあ続こう、打率1割台、1割になってるよ。そろそろ1本欲しい、確実に1本狙っていくか。やっぱホームランだよな。うわあ、リーグスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。ダメだ、キャッチャーフライ、一番やっちゃいかんやつね。柳田、よし、1打席目のように打ってくれ。第2球投げた、ボール、カウントは2ボールノーストライク。投げた、うわーっと、いけ、走れ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 、ある、よっしゃ、セーフ、内野安打。今ショートもたついてた、ランナーの方、ランナーのあの下の走ってるアイコンというかマークみたいなのばっか見てた。さあこのチェンジアップ厄介だな。うわ、くそ、フライ打ち上げちゃったな。うーん、やっぱり打つのはね、コツつかんだといえどね、難しいですね。よし、この回抑えれば勝ち星つくんで、まあでも言うたらまだ投げますけどね、普通にこれ余裕で、これ三振パターン見えてきたな。ああ、でも三振してくれた。まずストレート投げますよね。でそこからスローカーブをちょっと際どいところに投げます。で空振りします。で全力ストレートをまた投げると、はい、三振。5回でもう10奪三振多分いくんじゃない、このここを抑えれば。あぶれ、あーボールか。際どいところねしっかりの投げていかないといけないで。でスローカーブ、あぶね、入ってる。で全力ストレートで三振でしょ。あぶね、ナイスピッチじゃなかったけど10奪三振ですね。5回10奪三振、これだいぶいいペースですよね。この回のトップバッターは平田。あーくそー、菅野めっちゃ使いやすいな、やっぱこれ多分0点抑えれる、多分菅野だったらずっと。こんな安定してるとは思わなかった。よし、これヒットあるぞ、ダッシュダッシュダッシュ、あーなかった。よし、炭谷、今回1本打ったけどさ、筒香と打率同じってことは筒香も全然打ってないってことで、最初に打ったっていうだけで早速もう守備に入りましたけど、まあ、菅野楽しいからいいっすよ。バンバン三振取れる。 OK で全力ストレート、わあ、そうカットされた。ここはちょっとフォークで落としますか、見ますか。打率5割残してるからね今のところ。 OK、 あー三振は取れんかったけど、まあアウトですね、まあアウトですよ。よし、今の、ね、打率0割を続けさせる。スタミナもまだ半分ぐらいだから、いや絶好調、マジ絶好調。
ああどうしような、スローカーブいくか。第3球を投げました。おっしゃー、三振。島簡単に抑えられます。まあ、今回だけかもしれないけど、次行ったのにも覚醒してるかもしれないけど。よし、からの全力ストレート、オッケー、よっしゃ、やばいな、三振バンバン取れる。菅野のいいっすね、マジで。菅野結構好きなんでね。よっしゃ、ヒット。よし、いけ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 、走れ。今日2本目か。お、ディフェンスポイント向こうの方かな。まあ打っちゃいましたけどまあ打っちゃいましたけどって感じですね。ど真ん中投げてきたからね。よし、坂本調子いいな。さあ山田、わあ、くそ。まあ、まだワンアウトなんで、まあ、あと1点入るかな。筒香ここで1本。島と同じだけ、同じ数しか打ってないね、多分。打率一緒だったんで。ああ、やべ。筒香ちょっと不審っすね。4番ちょっと交代の可能性もありますよ。柳田は、まあ、そこそこ打ってるかな。やっぱ秋山がね、やっぱ一番いいね。まあ、ミートで打ってるっていうのもあるけど、打ちやすい、本当に。まあ、柳田もミート結構ある。あー、フライか。1点入ると思ったけど全く入らなかった。まあでも1点入ったんで追加で。まあもう完封ペースじゃないこれ。多分これ完封ペースじゃない。よっしゃ、行くぜ。今季初完封行こう、チーム。シア、フォークで行くか、今回は。あー、やべ。珍しく、久しぶりにリリース遅いのやつ来た。うお、打たれたぞ、マジ。入ってる。やばい、ツーベース打たれたぞ。ちょっと、こっから崩れないようにだけ注意しましょう。うお、来た、アタックポイント。いや、抑えるぞ、俺は抑えるぞ、しっかりと。あぶね、ナイスピッチならないフォークは危ない。よし、スローカーブ行くか、こっからの。タイミング絶対合わんだろ。うわ、我慢してきたね。からの全力。からの、スローボール。よっしゃ。やべ、サード行っちゃった。くそ。ランナー進められるのはちょっときついな。まだワンアウトだから点は入れられたくない。ここは三振でね、やっぱ取り抑えたいよね。三振取ればまあツーアウトだから、次最悪ゴロでも大丈夫だから。おっと、ファールフォークでナイスピッチで三振狙う。あー、無理だった。もう一球いくか。いけ、あー、振れよ、振ってくれよ。おっしゃー、三振。ちょっとスタミナ危なくなってきましたね。でも9回完封いきたいね、これは。もうここからヒットさえ打たれなければ多分完封はいける。うっそ、マジで打たれた。1点入れられたぞ。くそー、完封したかった。くそー、惜しかったな。でも絶対あれ、もうこの回入れられてなければ完封いけたはず。まあでも防御率低いね、やっぱり。おい、ちょっと待てよ、マジか。やばい、今のはやらかした、自分のせいです。ちょっと菅野のスタミナが危ない。7回で交代もありえるけど、いけるところまで行きたいね。5点入ってるから、まだ点取られても大丈夫。2点までならまだ許せる、自分的に。あ、やべ、ちょっと待って。いや、今さっき交代させるべきだったかな。いや、マジか。でも交代、
どこ、うわー痛いなー、これはこれ痛いな。どうしよう、サムライ行くか。痛いなこれは、これは痛いわ。もう交代させとけばだった、本当に。うわーすいませんね。第9、初球決まって、あそこで打たれると。てか守備があれダメだったね。いやでも沢村もなかなかいいかも。あーダメ、沢村でも勝ち星、なんか菅野の勝ち星何個か消したんですよね。うわーくっそ、それだけは。うわーやべやべ、フォアボール、いかん、やべ、ミスったもん。あのなんかフォアボール出した後のマウンド切るのやめてほしいな、ちょっとタイミングずれちゃう。あぶね、うう、あぶね、怖いな。もう全力ストレートで、次は5球目投げました、やばい、レフトへの当たり、レフトへクリーンヒット、打ったバッターは2番、マジか、やばい、そろそろやばい、え、もう同点、うわ、菅野の勝ち押し消えたよ本当に。うわマジか、俺のせいだ、これは沢村のせいじゃないからね、俺のせいだから、俺の守備が下手だから。菅野の時も下手だったし、沢村の時も、今の取れてるな多分。さあ、時は5球目、おっしゃ、逆転するしかないっしょ、逆転というか、まあ、逆転、逆転なのか、勝ち越す、このカード勝ち越すために。うわやばい、そろそろやばい、ホームラン、おっと今のホームランとか言っといて、あの球打つのはおかしいって。代打、代打出そう、ちょっと松田だけど、え、でもサード守れる人いるっけ。ああ川端がいるか、川端行く、どうしよう、清田行くか、清田、いや川端行こう、やっぱヒット欲しいんで、ここ2と A の川端、打率とか、あ、打率じゃなくて代打とか全然使ってなかったんで、あ、危ね、危ねえ、あれ逆に当たってたら危なかった。あ、これ2アウトから代打出すのもねおかしいと思うけど、取りました、これで3アウト、最悪だね、菅野めっちゃ調子良かったのに。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは銀次、低め決まってストライク、うわーこれつらいな、先発の勝ち星を消しちゃうっていうのはね、やっぱ一番いかんこと、投げました、一つ外した、一番いかん、カウント1ボール2ストライク、第4球を投げました。しかも先発もね、菅野も調子良かったの、外れました、平行カウント打ちました、俺のせいでねあんな打たれて。次が6球目投げた、打ちました、三遊間、うわーダメだな、これはボールは中継、ちょっと負の連鎖が続き始めてる、中継ぎ陣踏ん張らないと。初球送りバント、ピッチャーが左、これは1個取れ、あぶね、あぶね、変なとこ投げてるし、これでワンアウト、今日全くいいところがない、ウィーラー、ここまで3打席、今日全くいいところないって、いいだ、危ねえ、危ねえ、当たってたら、三振、アウトコース低め、ボール、カウンター2ボール、2ストライク、ツーシーム、第5球、投げた、ボール、やばい、待てよ、ストレート、よし、ナイスピッチ、危ない、危ない、あーもう、しっかりと。抑えて、あーくそ、今の振って欲しかったが、ストライク欲しかった、おっ危ねえ、びっくりマーク出るとマジ怖い、全力ストレート、危ねえ、危ねえ、フォアボールなとこだった。もうさすがに点はもうやれんからね、ここで代打だよね、やっぱり誰にしようかな、ここでやっぱ清田かな、試合行こう、清田、大谷もね二刀流させたいからね、一応大谷も代打で出してもいいけど、おっしゃ、ダッシュ逆転、うわー惜しい、ここで打ったらヒーローだった、お、あるぞあるぞ、落ちる、あー落ちちゃうか、まあでもオッケーオッケー、いや十分仕事はしてくれた、よし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 、オッケー、ここで秋山ね、秋山ホークス
こういうところでやっぱヒット打ってほしい。やべ、ファールになる、ファールになる。よしよしよし。やっぱね、こういう大事な場面でヒット打ってほしいよね。初回にね、先頭バッターとして出るのもいいけど。おっしゃー、惜しい。もう一伸び。惜しかった。当たりは良かったけどね。じゃ坂本さっき、ね、タイムリー打ってるし。おっし、来た。逆転ホームラン来た。坂本2号だよね。坂本調子いいぞ。山田がちょっとね、また調子悪くなってきてる。ここでとかそういう話をしてると打たないんだよね。まあもう気楽に行こう、気楽に。もう勝ってるから、勝ってるから気楽に。よしよしよし。落ちろ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 落ちない。さすがにあれ落ちんか。筒子やばいね、ちょっと打率低すぎる。待って、清田キャッチャーはやばい。清田キャッチャーはやばい。中村にしよう。あ、待って、島にするか。待って、守備どっちがいい。どっちがいいのかな。守備力はやっぱ中村かな。だよね。でピッチャーも変えたいけど、まあピッチャーは後で変えるか。ピッチャーは投手交代。松井裕樹で、好調松井裕樹で。あれ、ミスった。あ、いいのか、変わってるか。試合行くぜ。防御率9点台。クソ、ナイスピッチングする練習しよう。松井裕樹のね、投げがどういうものなのかをちょっと練習しておきたかったけど、できなかった。ピッチャーによってね、ナイスピッチングのタイミングが違うから。おっと、いきなり打たれた。やっぱ連鎖続くと危ないね。毎回のよ、7、8、9回ぐらい先頭打者出しすぎでしょ。8、9回か。危ねえ、真ん中にあんなゆるいボール投げちゃ困る。うお、めっちゃ曲がったな今。惜しい。いいところですが外れています。カウントは2ボール2ストライク。打ちました。オッケー。え、落ちるじゃん。落ちてるし。危ねえ、でもサードまでは進まれんかったから、とりあえずね、まあ1点は入れられても仕方ないかなと思ってる。まあ1点までならまだ許せる。じゃあちょっと待って、おい、ちょっと待って、やばい。ここで逆転はきつい。三振で、ここ、こそこういう時こそ松井裕樹の三振。なんかスラーブだけやけにナイスピッチングが出やすい。危ね、怖い。サークルチェンジマジ怖い。真ん中行くもん。よし、いやでもいけるぞ。あ、やばい、これは危ない。うわ、マジか。まあ1点なら仕方ない。まあ1点ならまあいい。まあまだ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 大丈夫。ここだよね、ここ。あ、でもまだワンアウトだった、そういえば。よし、うそ。あー、マジか。あれ取れんかった、取れんかったか。うわ、せっかく逆転したのに。これやばいよ、負ける。でもそんな負けるとか言ってたらね、本当に負けちゃうんで。まだ延長戦あるから。こここそ三振だよ。うわ、やばい、マジでいかん。あっ、これ一番ダメなやつだよ。さよなら押し出しでヒーローかよ。マジかよ、やらかしたな。このカード負け越しましたね。ホームランは打ってんだけどね、負け投手松井裕樹ついちゃいましたね。いや、マジか、ちょっとな。脱三振賞だよやっぱり。お、2桁脱三振達成メダルゲット。あんなんあったっけ。ちょ、移動日、とりあえず移動日だけやりましょう。うわー、やべ、
今4位ですね。とりあえずじゃあセーブして、もうこのね負けはねちゃんと認めましょう。セーブはねします。セーブしなければねまたやり直せるんですけどね、ちゃんとセーブしますよ。ちゃんとしたペナントレースをねやっていきたいんで、ずっと勝ってるねペナントレースやってもねやっぱつまんないんで、いやーやっぱ難しいな。練習設定するか。おお、じゃあ練習設定することによってまあ能力とか上げれるのか。よし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 、じゃあ投手からいこう。投手はやっぱ大谷はやっぱりコントロール欲しいね。コントロール、スタミナも、あスタミナ結構あるね。でもコントロール、スローカーブ強化、あ変化球ごとに効果も出せるのか。特殊練習、おあそっか、コーチかこれは、ホークスのの練習もできるのか。おーどうしよう、大谷の能力ここで投手しか見えんから、うん、まあ、やっぱスタミナじゃなく制球かな。制球で藤波も制球かな。やっぱりスタミナ90あるんか。大野も制球かな。則本も制球かな。制球ばっかだ、まあ、とりあえずコントロールよけ。菅野めっちゃいいな。菅野はねいいね。球速、うーんスタミナ、あ球速いくか。あでも制球、あスタミナかな。牧田、牧田はねどうしようね、まあ、お任せでいっか。お任せにしよう。沢村はスタミナ、いやスタミナいらない、コントロールつけるか。やっぱ西は球速上げよう。寺原、え待って、1軍これ1軍じゃない、1軍これ1軍入ってるっけ、入れたっけ。小川ってあの小川だよね、ライアン小川だよね、自分で入れたよ、ね、確か入れたはずだけど。球速上げよちょっとかな。1軍に入れてたっけ寺原とか、ちょっと忘れたけど、まあいいや。とりあえずじゃあ野手行こう。いやーどうしようね、次。やっぱミートかな、打撃練習。ミート打撃。島も、どうしような。まあ、守備も欲しいけど、まあ、やっぱミート打撃行く？ミート打撃行こう。中村、お任せ行くか。やっぱミート行こう、ミート。で、細川もお任せでいい。よしよし、中田はやっぱりねミートかな。確実性も上げたいんで。山田はね迷うな、どうしよう。守備でもいいけど、まあ、やっぱ打撃上げたいから打撃にしよう。川端はパワー欲しい。 いや、 やっぱミートを極めるか。松田パワー欲しいな。ちょっとホームランも打ってほしいね。中島拓也は走塁行く、足速いし走塁で、坂本をミートか、ミートにしよう。で今宮が、まあ、やっぱ守備固めで欲しいところがあるから守備練習。中村拓也の方ね。はミート行こう。で、以上、筒子ね。筒子やっぱパワー欲しいよね。ホームラン打ってほしいから。内川はミート。柳田か。柳田やっぱ打撃。どうする？パワー。ミート行こう、ミート。ミートでいいね。で、清田は、パワー行くか、パワー。秋山は、もうミート。ミートでもう、ヒットだけ打ってくれればいいんで。あの、秋山は。これ、打撃行こう。かな？以上かな？以上だね。一軍選手は、こんな感じか。あ、麻酔。え、麻酔？違う麻酔？あ、違う、待って。これ今、オフというか、まあ、今、投げたばっかだから2軍にいるってこと？
あ、これ野手としてってこと？え、どういうこと？なんかちょっとよくわかんないな。まあいいや、とりあえずこれでいいや。はい、という感じでいいかな。なんかちょいちょいね、松井貴とか2軍いるんだよね。ちょっと見てみよう。自動で2軍？あ、落とされることありませんじゃん。1軍ロック、2軍ロックしましょうって書いてあるじゃん。これじゃあ2軍に落とされたってことかな。だから寺原とか入ってきたのかな。ですね、完璧そうじゃん。だってもう全然いないもん。ちょっと待って、登録できないよね。まだできる？ほら抹消中だもん。3人も抹消されてるよ。ああ、やっちゃったね。まあいっか、とりあえず今のところはこのメンバーで頑張りましょうか。じゃあ、はい、ということで以上ですね。いろいろ練習設定もしたんで、まあもうちょっと強くなってくれるんじゃないかなと思います。また新戦力とかもね、ちょっと使ってみたいなと思います。ということで、今日はパリーグ公式戦ということで、まあいいや、ペナントレースね、やってみました。2試合でね、すごく時間が長くなったと思うんですけど、まあ、最後まで見てくださった方ありがとうございます。この動画がもしよかったら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、ツイキャス755もよろしくお願いします。ということで以上、たくみでした。じゃあね。